ジャンくん。ジャンくん、高いとこだったね。かわいい。ジャンくん。ジャンくん。ジャンくん、スリニャンもう一回乗っていいよ。スリニャン、ジャンくん。スリニャンに乗ろうよ、ジャンくん。ジャン君。ジャン君。ジャン君、うん、眠くなってきた？いいよ、寝なさい。休み、うん、外の時になるね。なんだろう、だんだん近づいてくるよ。なんだろう、ジャン君。今日はジャン君ばっかり撮ってるね。ポンちゃんどこ行っちゃったかね。あ、ポンちゃん寝てる。ジャン君。近所の、楽器屋さん、ヒップサウンドさん、いつも買っているとこですが、からですね、このキャットタワーいりませんかと言われて前に行ってきました。キャットタワーですね。はい、このキャットタワーはですね、しばらくはちょっとこの踊り場あたりに置いてきますが、荷物部屋の方が片付いたらちょっと遊ばせようかなと思っています。はい、そしてですね、キャットタワーをいただいた帰りにですね、じゃあその代わりにということでこれを購入しました。さあ何でしょうか。カエルじゃないですよ、こちらの台の方。これは、ギターをですね、主にクラシックギターを弾く人が、ここに足を乗せてですね弾きやすくするというやつですね。
安いですけれども、いただき物の代わりにこれを購入してきました。クラシックギターを、本格的に弾くんではなくてフォークギターのように弾いている黒剣でございます。ちょうどいいかなと。あ、なぜかというとお腹が出てしまったので、足を組みにくくなっちゃったんですね。おかげでこの足を乗せる台の必要性が出ました。はい、今度って言ってもまだ先になりますけどね、ライブに出られるようだったら使ってみたいと思います。まずは慣れなきゃね、これにね。じゃんくん、ポンちゃん、はい、すぐ来たね。はい、ポンちゃん連れてきて。はい、ポンちゃん来ないの。ポンちゃん、じゃあ迎えに行ってみようか。ポンちゃん、はい、ポンちゃん真っ暗だね。はい、これで電気つける。はい、ポンちゃん、まあ、そんなに暑くはないけどそろそろ寝る時間なんですよ、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。はい、はい、お腹、くしゃ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 。はい、じゃあおいで。はい、じゃんくん、はい、挟まった。さあ今は11時半ですね。明日予定していた仕事が、予定がずれちゃってですね、土曜日になったので明日普通に起きられます。ポンちゃん、ポンちゃんおいで、おいでおいで、ポンちゃん、はい、ポンちゃんおいで。ほら、ジャン君待ってるよ。ポンちゃん、ポンちゃん、こっちから行きましょうか。はい、うん、はいはい、はい、ジャン君はこちら。あれ、ピンクが何か持っちゃった。はい、ジャン君はここ、そしてポンちゃんはここ。おやすみ。